ダメ。さっき泳がせやったんだけど、そのままつけ餌が泳いでいっちゃった。いや、小アジが釣れたらやろうかなと思ってたんだけど、小アジがね、なかなか、そもそもアジが来ないんで。今朝方なんかみんなルアーで、ポチポチ釣れてましたけど、そんなにみんな細かったですね。どうもすいません、ありがとうございます。フォローしていただいて、チャンネル登録もよろしくお願いします。どうもすいません、ありがとうございます。いやー、でもね、今日暗いうちから来たんですけど、みんな休みじゃないですか。これいっぱいでしたよ。朝方いっぱい。だから朝方入れたんです。なんとかちょっと向こうの方に入れて、でここやってきた人たちが何時かな、10時ぐらいかな、ちょっと場所変える、もう全然釣れなくなっちゃって、で場所変えるって言って天津の方に行くっていうから、でここを開け、じゃあいいですかってここに入らせてもらって。そうなんですよ。隣でやらせていただきます。ちなみに何ていう、私は YouTube 上げてないんです。見る方が。そうですか。どうもすみません、ありがとうございます。いやー、この間の南国ホテルも、はい、良さげですね。あそこね、 GoTo ですごい安かったんですよ。2人で、まあ一応かみさんと行ったんですけど、やっぱり部屋が別がいいって言って、だから2部屋で、なおかつ一部屋ついんですから。そうなってます。ただ訳ありなんで景観が全くないですよ。1階のなんかすごくなんていうかな、離れの部屋だったんで。ただ飯は一緒なんで、飯放題についてるんね。まあただね、70分なんですよ。だからでも結構70分でもお腹いっぱいになりますけどね。隣のですね、釣り人がですね、エイをかけました。おお、取れたね。はい、今日はですね、朝方と、まあ、9時ぐらいまでは釣れましたが、その後はですね、ほとんど釣れませんでした。12時で帰ろうと思いましたが、視聴者様がですね、いらしたんで、ご同行させていただきました。いやいや、ぜひともですね、尺アジを釣ってください。よろしくお願いします。それでは帰ります。